川本茂雄は建築士屋で、日本建築士専攻、神殿作りを主要な研究領域とする。1982年と翌年に日本建築学会に発表した論文で、それまでは主流であった太田清六の正規神殿作りを否定し、以後数年間論争を行った。岐阜県に生まれる。1975年、東京大学工学部建築学科を卒業。 1982年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程を修了し工学博士号を取得する1984年北海道工業大学の講師となり1991年に教授に就任した1999年京都女子大学に移り2009年に学長に就任 2017年現在近畿大学教授512両説のポイント川本茂雄は正規神殿作りそして左右対称を否定して太田生六に挑んだ一人であり1982年と翌年の神殿作りの典型さんとその成立をめぐって以来太田生六はもちろん太田博太郎や羽淵光一まで巻き込んで数年にわたって 建築学会で討論を行っている。川本重雄の太田西陸的神殿作りの、変遷論への異論の根幹は次のようなものである。従来定説となっている神殿作りの典型像は、平安時代中期以前の文献に見える神殿、東対西対といった言葉に、平安時代後期の文献に残る指図から復元した、根柄、対のイメージを重ね合わせることで出来上がっていた。 左右非対訴えな景色が、平安時代後期になって初めて見られるのではなく、貴族文化がその頂点に立ち得る。たと言われる。藤原の道長時代の道長自身の本書土見。土御門、京極殿や道長の客難、寄り道の本所。カヤでも見られる。太田清六、川本重雄。両説のポイントを図示すれば、すでに挙げた画像五百十二のように、ベクトルがまるで逆になる。そして。 左右対称から非対称へという図式は、神殿作りの歴史全体を語る指標となり得ないと、文化人類学者、石毛直道の、人間の住居と動物の住居の違いの一つは、人間の住居は客を生じれる設備でもあるという、指摘を引用しつつこうを書く。 住宅の歴史が主として、社会の歴史的変化に対応する接客方法や、接客空間の変化によって形作られていったとしても、決しておかしくはない。そして神殿作りの変化を、ムード的な国風化、日本人気質の現れなどからではなく、接客の変化から考察する。貴族社会での接客は、公式なものとしては、大表、臨時客などの儀式に現れる。 そしてそれらを分析しながら、接客でのも、もてなすはもてなす、相手の変化に、社会構造の変化を読み取ろうとするもので、建築史学1992年の、学会展望、日本住宅史でも、極めて刺激的な論考と評される。920、正月大表、二平二年の東三条殿の場合。川本茂雄、神殿作りの空間と儀式より作成。 最初に比較を行ったのは、九条電機、天行八年正月五日。城の右大臣・藤原実頼が、小野宮で開いた。正月大経の記録と、平安時代末の二平二年正月二十六日に、左大臣・藤原頼長が東三条殿で聞いた。正月大経である。正月大京とは、大城官の長が、大城官府の部下を招く。 平安末期も変わらない。しかし一つだけ、大きく違うところがある。画像920は、平安時代末の二平二年の席の配置であるが、天井神座とか初代部の座が設けられていることである。これは、貴族社会の変化と見てよいが、ただしその席は、激、死などより遠くに、南庭が見えない裏側の場所に隔離され、それによって、大教の有色古実を維持している。 930臨時客東三条殿の場合年中行事絵巻にも描かれている大教においても貴族社会の構造の変化が若干見られたがそれがもっとはっきりとわかるのは正月大教の代わりに開催されるようになった臨時客であるそこでの招待客は大臣を含む苦行と天上人であり大教のような大上官の官員ではない その会場はタイに移る。画像百三十がその会場である。川本茂雄の古代文化の論文の中に、土見門峡谷国殿における、共演儀式とその教座という表があるが、道長の土見門殿で行われた、共演儀式は、元旗、正雨旗、御堂関旗に確認される範囲で十七回あり、そのうち神殿で行われたのは、正月大経と忍大神大経の二回。 他十五回は、タイで行われ、招待客は、苦行と天上陣、または、苦行と天上陣と初代部である。立行の縁も、タイで行われるが、大事五年の例では東三条殿東大で、行われ、初日の2月21日には、尾屋に苦行、南美佐市に四位自重、中門楼に五位、自重、22日23日は、南美佐市に、苦行、南広瀬美佐市に、 天上人中門楼に初代部の席が設けられた川本茂雄は大経を律令成果の共演臨時客など大で行われるものを石漢時代の共演としているそして律令完成に基づく序列から苦行天上人初代部の三階層の序列に変化した理由を佐藤真一が日本の中世国家で論じた慣習家を威性に求めるこれは 律令国家体制から王朝国家体制への変化を象徴する。極めて大きな貴族社会の。そして在地までも含めた社会そのものの変容である。その石関時代の共演が鯛を会場としたのは、神殿が律令時代の接客空間として簡易の秩序によって勃起し、新しい秩序を受容できなかったからで、鯛のやこそが貴族住宅の中核になったとする。 そのような儀式共演会場としてのタイは東西どちらでも良いということではない神殿作りには晴れと毛があり西礼の家と東礼の家というものもある川本茂雄はこう書く王朝国家の接客空間として発展整備されたタイとそれ以外のタイの危機に規模形式の上で明瞭な差が生まれ前者がこれまで同様タイあるいは タの屋と呼ばれたのに対し、後者は、タ代、ダ代タ大老の名で呼ばれるようになった。平安京遷都の頃、つまり800年前後と推定される平安京武京一条、三望九町のような両行の小さい東西の脇殿が、角度以外は、神殿と変わらないような規模にまで発展したのはおよそ、藤原金家、藤原の道長の頃であろうという。藤原金家は、 東三条殿の西大を代理の清涼殿風にしつらえて避難を受けたが、その清涼殿風にとは両行五軒である。それは、神殿の脇役であった脇殿が新しい儀式空間である、大とそうでない脇殿、つまり、大大やタイ大大梁へ分化した時期でもあったとする。そして、平安世紀における世紀神殿づくりの代表とされる官人2年の第二期。 土御門殿の段階から、神殿作りは、左右非対称であったのではないかとする。つまり先に引用した、大田聖六が、平安末期に多く見られるような体外ないし、体外路形式は、原則的には未だ用いられなかったとした点は、体は、未だ神殿の脇役としての脇殿であり、新しい儀式空間である、体とそうでない、体つまり、体外との差別化が生まれていなかったのだろうという。 なお、臨時客をタイで行ったのは、最盛期の話であって、大規模神殿作りが儀式用のみに残る段階においては、摂棺家といえども、日常住まう屋敷には、大大老しかなく、正月の臨時客を神殿で開くこともあった。臨時客まで儀式用の東三条殿で行うようになったのはさらにその後である。人大人代卿にしろ、臨時客にしろ、 南美佐市を二行大座の儀式的共演場として用いるには、その幅は十二尺必要である。なおこの論争に関わる主要な論文は、神殿作りの空間と儀式に収録されている。古代文化掲載の論文はそのまとめである。川本茂雄、太田清六の論争を、山和里氏は、建築史学三号、学会展望、日本住宅史で、 現状での両者の見解の相違は対象、非対象の論拠となるタイノやタイダイの実態、神殿作りの変遷過程に関する解釈の相違に起因するものであり、これらの問題の解決がまず必要であろうと評した。このタイノやタイダイの実態に関しては、羽ブ光一がタイノやの規模から見た神殿作りの変遷について、羽ブ光孝一1983、 ピアニッシも2507から2508、ハブチ光一1984、ピアニッシも154から164を論じ、川本茂夫との討論に発展している。互いの論詞をまとめたのが、古代文化特集、神殿づくり研究の現状と課題での両者の論文である。藤原頼長の頃には、通常の正月は大表に代わって、 臨時客が開かれるようになっていたが、大臣になった次の正月だけは、正月代表を主催した。中央公論者、年中行事絵巻において、小松茂美はこれを、代表と解説するが誤りで、臨時客。年中行事、絵巻 P97 下段からピアニッシも、98から99上段に、大臣代表とされているものが、正月代表である。もちろん現職は、 大上官の神と助であるが、例えば神殿の母屋と南美佐市は晴れであり、北美佐市は家である。西を王子、東を皇子で挟まれた屋敷では、通常は西の王子側に正門を開く。大臣家であれば、西に四つ足門、東に胸門となり、これが西礼の家である。儀式共演会場としての体は西礼の家であれば、神殿の西側である。 そして通常、神殿の塗り米めは、正門の反対側に作られる。ありがとうございます。